ネプチューンはイギリス海軍が第一次世界大戦前に建造した土球戦艦で同系艦はない。イギリス海軍はドイツが多数の土球戦艦の建造を行わないとの見通しから1908年度計画の戦艦建造は一石に留められた。それが本艦である。本艦の特色として手法等配置の変更がある。ドレッドノートから全球までは 連装砲塔5機10門のの30.5センチメートル砲のうち1.45番手砲塔を艦の中心線上に置き2.3番手砲塔を上部構造物を間に挟み左右対称に配置していた。この形式は手砲10門の打ち方源に8門しか試行できず、手砲門数の試行に無駄があるために本艦において大幅な武装配置の変更が図られた。 その後ドイツの大量転換計画が明らかになったため、翌1909年計画で本館の改良型であるコロッサス級戦艦2隻が追加建造された。近代化改装後のネプチューン。本館でイギリス戦艦では初の試みとして2.3番手砲塔の位置を前後にずらして定型配置とし、上部構造物による社会の制限はあるが両限への 全門正者を可能とした。このため、船隊長が伸びて建造費の増加を及ぼす恐れがあったため、既存の戦艦では、後部艦板上に次に並べられていた4番5番手砲塔を、イギリス戦艦発の背負い式配置とすることで、スペースの削減を行ったために、最終的に全長の増加は15メートル程度に、抑えることができた。しかし、定型配置とした2番3番手法等を、 反対源に向けて、前制射すると船体に予想外の力がかかることが判明し、後日船体の強化工事を行っている。さらに背を意識配置とした4番5番手法塔を後方に向けて射撃した場合に5番手法塔上に、設けられた換気穴や、照準穴から爆風が吹き込み、5番手法塔の方員に、高温の火炎で被害が生じることが建造後に判明した。このために、 小純穴の位置を変更する工事が行われた。本艦の船体形状は高い還元を持つ単船主郎型船体であり、外洋でのしのげなみ性は良好であった。艦首から前向きに連装タイプの一番手砲塔一機を配置し、そこから看板よりも一段高められた上部構造物の上に環境構造が配置される。環境下部に司令塔を持つ箱型に、 簡略化されており、この背後に頂上部に見張り書を持つ三脚型の全部マストと一番煙突が立つ。全球と異なる点は一番煙突の背後で、選手楼が終了し、そこから一段分下がって、中間板状に立つ二番煙突を斜めに、挟み込むように、左舷側前方に二番手砲塔が一機、右舷側後方に三番手砲塔が一機配置され、 その後方に三脚型の後部マストが立つ。甲板上に主砲塔を配置したために、関西艇は一番煙突の後方から二番煙突を経由して、後部マストまで続く空中甲板を設けて関西艇を配置し、二番煙突を基部として、片元一機ずつクレーンを配置して運用された。この形式は、イギリス海軍はロードネルソン級で用いられた形式で、 前後の環境との連絡橋としての役割もある。フライングデッキは2番3番手法の型原生者に耐えうるように強固に作られたが、爆風で関西艇が手砲登場に転落して、旋回を阻害する恐れがあったので、第1次世界大戦中に1番2番煙突艦の部分を撤去された。後部マストの後方に4番5番手砲塔が、後ろ向きに背負い式で2機が配置された。 複砲の1 0 2トル速射砲は、本級からすべてを上部構造物に設置され、環境基部と2番煙突基部と後部マスト基部の3箇所に16門が分散配置された。本艦の手砲配置を示した図。本艦の手砲は、全級に引き続き、1910年型マークスクシー3 0 5トル砲を採用している。その性能は、 方向初速秒速869メートル、重量386キログラムの砲弾を最大行角15度で19380メートルまで到達し、射程9140メートルで減速走行284ミリメートルを貫通する能力を持っていた。方針の上下は行角15度、深角三度で、旋回角度は 単体守備線方向を0度として1番、2番、3番、5番、砲塔は左右150度であったが、4番砲塔は150度の、線回角のうち後部環境を避けるため後方0度から左右30度の間が四角となっていた。発射速度は毎分1.5発程度であった。この長方進化はあまり成功せず、高初速化したために方向がブレて散布が増大して、 命中率が下がった。また、方針の名数が落ちて、低寿命となってしまった。本艦の副武装は、1910年型マークバン1 0 2トル速射砲を採用した。その性能は、14. 1 4 1ラムの砲弾を、最大行角20度で8 7 8 0ルまで届かせられた。方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾。 装填は主に人力を必要とした。方針の上下角度は、行角20度、深く10度で、旋回角度は360度であった。発射速度は1分間20発であった。他に、対艦攻撃用に45.7センチメートル、水中魚雷発射艦3門を装備していた。春高以来本国艦隊に所属し、第一次世界大戦のユトランド沖海戦に参加して、 ドイツのデアフリンガー級巡洋戦艦、リッツオと砲火を交えている。1919年に予備艦となり、1921年に除籍された。ありがとうございます。